急だね。この当日の4時間前告知、まあ、審議書自体が、まあ、そもそも書いてある通り1年10ヶ月ぶりとのことで、ほぼ2年、まあ、もっともと普通にもっと早く出る予定ではあった、まあ、なんかいろいろあり気づいたら今、まあ、というわけでね、なんかメゾちゃんとかが見たいから半からにするって言ってくれてたのが嬉しかったので、さっくりお披露目していこうかなと思います。行くぞ行くぞ、いいか準備は。よいしょ。んで、お、顔から来た。シルエットがね、出てるし、大方予想していただいてたんですけど、サムネイルが出た時点で。まあなんかその方の想像通りではあるんですけど、もうね、ここまで見せちゃうと、全体像が分かっちゃうんですよね。分かるんだよな。セーラー服なんだよね。今回はセーラー服です。泣いた。篠宮ルナさん、コメントありがとうございます。篠宮ルナさん、待ってください。待ってください。結構あります、今回。多分の方が。何から見たい？服？服は、まあ、脱げはする。あ、ミミタヤもいるし、ヤノクロムもいる。ありがとね。かわいいでしょう。でですね、今コメントにもございました通り、メガネもございますと。これね、見て。これ、このワッペンをママがたくさん入ってくれて、いっぱい貼ってくれた。見て、これメガネ。キラッて。キラッてする。ほら。わかる？これ。ここ俺くんが映った。俺くんもテンションが上がっています。先輩、今日一緒に帰りませんか？後輩からの可愛いお誘いも来ています。ありがとう、エマタソ。じとめメガネプリーズ。じとめメガネをご所望のあなた、朗報。なんとパッツンがあります。メガネかけてるのにアホそうになって好き、この顔。今回のテーマとしては、まあ、一番最初に黒セーラーと地止めだったの。それがいいよねみたいな。ママがじゃあこんな感じかなって言って書いてくれたやつが、もうそれはもうアホそうだったの。こいつ絶対授業中寝てるし、テスト0点取ってんだろみたいな。そっからまあ無理無理いろいろ変えて今っていう感じ。まあ私はあともう一個、やっぱこっちが解釈一致なんじゃないかなって思ってるけど、見といてください。はい、こちら皆さんのイメージとしてはこちらが一番近いんじゃないですか。まあ、お好みのねスタイルを用意しておりますので、なんか運動部感すごいよね。制服でタバコ加えてくれはちょっとまずいか。まあちょっとまずいか。一年生ルハと並ぶシナジーやばくない？いや、っていうか多分 V スポメンバーがかなり制服の衣装が増えてきてて、いやそう、 JK 担当も増えたし、制服の人増えたし、並んだ時にやっぱそのまあ、グッズを出すかどうかはさておき、やっぱリサーさんって並べてくださったりとかするから、それをなんだろうな、そうなった時にシナジーがある衣装があるといいなと思って。私はあんまり今までなかったから、あの人 JK ちゃうすよ。内緒だってんだろ、そんなことは。そんなことは分かってても言わないんだよ。あいつが JK じゃないだろうってことは。先導、まあそう、だし、まあ、並んでもいいし、で、あと、まあ、大体、制服衣装出そうって思った時に、多分私はブレザー着るだろうなって思われてる、だろうなって思ったの。みんな私はブレザー着ると思うだろうなって。だから、セーラー着てやろうって思って。はい。先輩、バイバイ。バイバイ。はーい。一旦、
バイバイ。